茶以外の綴りで Q を含む英単語の一覧。本項目では、茶以外の綴りで Q を含む英単語について解説する。現代英語の選書法において、Q は U を伴って茶の綴りで用いるのが原則である。これは1066年のノルマンコンクエスト以降、フランスの謝辞者により、古記英語における CW がフランス語に準じて茶に書き換えられたことが原因である。 例、古希英語クエイン中期英語クエン現代、英語クウィーン。茶以外の綴りで、旧を含む英単語は、もっぱら借用語に限られる。このような子は、出現頻度が非常に低いため、正規表現の教科書でも言及されることがある。このような例外的な語の大多数が、アラビア語、中国語、ヘブライ語、イヌクティクト語などに由来する英単語。 英語化した、借用語である。ここに挙げた格言語は、アルファベット以外の表記体系を有し、Q で代用される文字は英語には見られない発音を持つことが多い。例えば、中国語、広し通話のにおいて、英語で、気候を意味するは、英語話者が、チーと発音する語である。このようににおける、Q は、という中国語の音素を表現する文字であり、は、英語における、 キンジャオンで代用される。他の例では、カート、西ンギカの常緑樹の一種、クルアーンなどに見られる、Q は、標準アラビア語において、無性光外水破裂音の発音を表現する。アラビア語におけるは、K と本字される、と明確に区別するため、慣習的に、Q と本字される。例えば、とは、それぞれ、心臓、犬を意味する別単語である。ただし、コーランや、 カイロのようにアラビア語の Q は K や C で代用されることもある。以下の一覧にある語のほとんどは名詞であり、借用語に分類される英単語である。茶以外の綴りで Q を含む単語のうち借用語でないものはのみである。英語でぴったり当てはまる語が存在しない概念や社会習俗は多くの場合他の言語からそのまま借用されるのだが、茶以外の綴りで Q を含む単語の中にも、英語として、すっかり定着し、英英辞典の編集者が英語であると認めた単語も、ある。以下の一覧で取り上げる単語は、これら主要な辞書に再録されているものに限定する。また、単純な派生語は省略する。固有名詞も、以下の一覧からは除外するが、一部固有名施設で解説する。原則として、ここに挙げた語の複数型は、S。 または、S をつけるだけなので、特に記載しない。また、単語の、出典は単に、その語がその辞書に載っていることを意味しており、記載がないからといって、載っていないことは意味しない。これらの単語は、日常で使われることは少ない。スクラブルという一種のクロスワードゲームでは、Q を含む単語を使うと得点が高くなるため、よく使われる。アメリカでの定番は、C、コット。 ケイド、カイ、コディ、コフ、カーナート、トランク、ファキャ、シェケル、カバラ、カバラ、カンダー、カンター、カンドカ、ムバコンガ、クワーティ、およびその複数形である。なお、現在のスクラブル公式ルールでは、使用可能な単語はによって決められている。人名や地名などの固有名詞には、英語表記で、ャ以外で、球を含むものも少なくなく、 その大半が、アルバニア、中国、アラビア語圏に由来するものである。イラクと、カタール、及びそれぞれの派生語である、と、は、その最も身近な一例である。カナダヌナブト淳州の淳州との、イカルイとは、イヌクティクット語で、多くの魚の地を意味し、英語圏においては、珍しい、茶以外で、旧を含む地名である。グリーンランドの町、カコトックは、 このような Q を3つも含む得意な例である。当時語の中にも英単語として定着している語もある。米国の企業、コンパックは、コンパチビリティクオリティ、互換性と品質の略とされ。その他、米国の株式市場、ナショナルアソシエーション・オブ・サキュラティス・ディーラース、オータメイテッド・クエティションス、ナスダック、オーストラリアの航空会社、クイーンズランドノーザーン・テリトリーアリアル。 セルビセス、カンタスなども、その一例である。イギリスの企業、は、気、ネット、知能指数を合わせた造語である。クルアーンに登場する伝説の樹木、ザックウムとエジプトの埋葬地、サッカラは、固有名詞ではあるものの、救急を含むケうな単語として有名である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。